はい、皆さんこんにちは。カリチャンネルののぞみです。ワークマンの公式アンバサダーなどをさせていただいております。今日はですね、こちらです。ワークマンのスポーツウェアについてお話をさせていただきたいと思います。もうついに来たかという感じで、私ですね、本業がヨガのインストラクターをさせていただいているんですけど、こう、まあ、5、6年ぐらい前からワークマンのものを無理やり本業のヨガのスタジオで使ってたりしたんですね。ああ、ヨガウェアとか出ないかなって思ってたんですけれども、もうすごく今季ですね、素晴らしいスポーツウェアが出ましたので、そちらをレビューしていきたいと思います。それではどうぞ。ではまずはこちらです。ワークマンのユーティリティレギンスとユーティリティスポーツブラ、なんとどっちも980円。値段はすごく安いです。まずは吸水速乾がついております。そして UV カット機能とストレッチ機能がついておりまして、私が今見た感じで気になってるのは、毛羽立ちやすそうな生地だなっていうのはちょっと気になっていて、寄りますね。どうだろう、なんかこうツヤツヤした感じではなくて、ちょっとこう温かみのある分厚めの生地にはなっています。生地感わかります？ツヤツヤした感じではない、ちょっとこう、まだこれ一回も着てないんですけど、こういう生地なんだろうけど、こう毛羽立ちそうなような感じはするなとは思ってるので、まあ、着用していってみてこの後どうなるかっていう感じですが、職業柄こういったスポーツレギンスって多分30本から40本ぐらいは今まで購入してて持ってるんですけど、もうパッと見た感じは全然あの1万円ぐらいのやつとそんなに大差はない、見た感じは大差はないかなっていう感じですね。スポーツブラの方はカップがしっかりついていて、とよくあるここが袋みたいになってて、カップがペッペッって入ってるような安っぽい感じではなくて、ちゃんと縫い付けられているタイプになります。こうカップを入れなきゃいけないタイプだとお洗濯するときに出さなきゃいけなかったりするんですけど、これは縫い付けられてるからすごいお手入れは楽そう、そしてしっかりしてます。どうかな、980円だって、安いね。うん、スポーツブラの方も私が持ってる本当7000円ぐらいのスポーツブラと全然こうなんて言うんだろう、生地感とかは変わらない感じがしますね。ちょっと着て、あとは着ていった感じと何回も使った後だよね。まあ着ていってみようと思います。はい、今ですねワークマンのスポーツブラとユーティリティのレギンス履いてるんですけど、私が持ってる1万円ぐらいのと全然着た感じ変わらないかも。このなんか生地感なんですけど、分厚い生地なのかなって思ってるんですけど、履いてみたら分厚くないですね。ちゃんとこう密着感がすごくいいです。ブラトップもしっかり圧迫していて、こうここまで隠れる股上がこう股上というかこう下股が見えづらい感じになってて、あれですね、なんかこう長く使ってみてどうか。でも980円だからね、言うてね、これはすっごいいいかもしれない。本当にいいかも、すごいいいかも。これ他の色欲しい。いなくなっちゃった。次はこちらです。5月発売予定の冷感メッシュ T シャツと冷感メッシュ T シャツのフレンチでございます。どっちも1280円、安いですね。こちらなんですが、吸水速乾機能がついていること、そして UV カットであること、あとは接触冷感がついてます。ちょっと冷たい感じがするの。そしてですね、抗菌防臭効果もついてます。
抗菌防止はちょっとね嬉しいですね。菌が繁殖しづらくて匂いが、こう汗の匂いとかがね気になりにくい商品。そしてですね、ポケットがサイドポケットがついてます。手のひら1枚分ぐらいのポッケがついてる。結構ね珍しいです、こういったスポーツウェアでサイドポッケがついてるのって。生地感はねなんかちょっとこうツヤツヤテカテカした感じ、使いやすそうな感じですね。フレンチです。サイズ感ちょっと大きそうだなと思ったけどそんなことなかったかな。うん、動きやすそう。丈もねちょっとお尻がなんとなく隠れるぐらいでいい具合です。すごい安いよね、もうほんとすごいよね。ワークマン普通のバージョンです。普通にやっぱ冷たい感じがして動きやすい。すごいね、すごくない？レギンスが本当すごすぎて。次はこちらです。アクティブ UV トップス1500円、ライトグレーのお色になります。まずおっと思ったのが背中にベンチレーションがしっかりついているので汗が抜けやすくなっております。そしてねチャックポケットがついてる。あ、これつながってる？チャックポケットがついてるのでランナーさんとかここに鍵とかちょっとしたあのお金とか入れるのにいいんじゃないかなと思いました。そしてサイドですね、ボタンでちょっとこうデザインが変わるような感じになってます。商品の特徴としましては高撥水であること。もうねパッと見た感じすごくあの水を弾きそうな感じなので、例えばランニングしてて急に雨が降っちゃっても水を弾いてくれますね。そして結構ストレッチ性は ありますね。こういうなんかこう撥水の生地ってあんまりストレッチ性がないんだけどこれはしっかりある。あとは UV カット機能がついております。これからの季節にねすごく良さそう。で最後のこのこちらの商品、新呼吸するインナーカップ付きタンクトップはスポーツウェアっていうわけではないんですけれども、ワークマンで出しているインナーですね。これが980円ですごく安いんですけど、湿気をコントロールしてくれるインナーだそうです。吸放湿機能がついていて、まず汗を吸収して、さらにそれを放出してくれる機能がついてます。その他の機能としては吸水速乾であること、 UV カット機能がついていること、そして接触冷感、さらにストレッチ性が抜群。カップの部分なんですけど、カップもしっかり縫い付けられているタイプになっているので、お手入れするときこのカップの部分を取り出したりしなくてよくて楽ですね。これでよかったらすごくいいなって思うのが、私あのもう基本的にウニクロのやつを着てるんですけど、それが2500円ぐらいなんですよね。なのでこれでよかったらすごく嬉しいなと思います。今ですねインナーに先ほどの深呼吸するカップ付きタンクトップを着ていて、その上にアクティブ UV トップスを着ておりますが、この深呼吸するインナーはめっちゃいいですね。私これ乗り換えようと思います、こっちに。これから今まで2500円ぐらい
なんか結構ね、空中ヨガをやるので今着てるインナーよりも着心地はいいです。で UV トップスもアクティブ UV トップスもなんかちょっとあのカッパ感が気になる。私はちょっとカッパ感が気になるかも。このカシャカシャ感がちょっと気になるかな。私はどうなんだろう、このランニングとかする人って。なんか見た目看護師さんみたい。あ、そうだね、なんかこうあのそうだね、なんだろうね、このデザインがなんかそう見えるんだよね、うん、なんでだろうね、このこの辺りかな、その辺りと前のポケット。ストレッチ性はさっきの冷感メッシュ T シャツとかよりかは劣るけれども、まあストレッチ性はあるにはあります。ただ冷感メッシュ T シャツとかよりも撥水機能がより強くて、より外でこうアクティブする方にはこっちなのかなっていうイメージ。はい、いかがでしたでしょうか。今日はワークマンのスポーツウェアについてお話をさせていただきました。結構ね、今ゴルフウェアとかランニングウェアだとか、ワークマンスポーツ用品についても力を入れ始めていますので、これからの展開が楽しみです。これからもいろいろな商品を紹介させていただきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら、バイバーイ。